豆大福作ってるから。豆大福！行くと行くと、千鶴さんの作る豆大福ってすっごく美味しいんだよ。そう、皮はしっとり、あんこはまったり。ああ、思い出しちゃった。すず、よだれ出てるよ、よだれ。欲しい？これ。欲しい！じゃあ、あやねを見つけてきて、手段を選ばなくていいから。あやね、また何かやったの？探してきたら、このお母様特製出来たてほやほやの豆大福を20個あげる。豆大福20個？何が何でも探してくるよ。じゃあ、すず頼んだわね。任せなさい。あやね、今なら手荒なことはしないわ。このズタ袋にとっとと入りなさい。何よそれ。さてはお姉様の差し金。だってあやね捕まえたら豆大福20個くれるってマチネーと約束したんだもん。だからしょうがないよね。あんたそれ買収じゃない。なんかいつもと講師が逆だな。キラーン豆大福。あ、しまった。モンキラーゲット。豆大福見つけた。さあ、さっさとこっちに来なさい。そうだ、豆大福。スズ、取引しましょう。お姉さまの弱点を見つけてきたら、豆大福をお姉さまより10個も多い30個あげるっていうのはどう？それはいくらなんでも。30個？引き受けた。簡単に逆買収されてるし。ほら、お姉様を連れてくれないんだ。早く顔を合わせて仲直りした方がいいと思ったから。スズ、そんなつもりで。それに、あやねのところに案内すれば豆大福を50個にしてくれるって町姉が言うから。やっぱ豆大福か。おいしい。桜の下だとまた格別ですよね。そうそう、お母様から豆大福の差し入れがあったんだ。豆大福、うわーい。いただきまーほ。おいしい。あ、ちょっと、一人で全部食べないでよ。一個よこしなさい。はっ、にゃー。雪乃にも。あ、あたいも欲しい。にゃー、なくなっちゃった。ちょっと待ってくださいけど。よかったら泊まっていきませんか？泊まる？はい。どうする、スズ？夕食も準備しましたし、食後には甘いものも用意してありますの。豆大福。豆大福。ねえねえ、お呼ばれしていこうよ。ねえねえ、行くと。じゃあ遠慮なくごちそうになろうか。どうぞ。豆大福を作りすぎちゃって、おすそ分け。あ、ありがとう。豆大福。まったく癒やしいわね。すずはこっち。わー、こんなにたくさん。全部食べていいの？もちろん、すずのために特別に用意したのよ。豆大福。スズ、やだ、つい豆大福に目がくらんじゃって。あれ、ここって何？ただし、一人を除いて。おいしい。二八が、16で、肉が18。ご名答。はい、僕のどうぞ。それ、いくとのだよ。いいの？うん。やったー。おいしい。どうだった？久しぶりの学校は。すっごく疲れた。正直でよろしい。
でもみんな私のためにあれだけ頑張ってくれたんだし、私ももうちょっと頑張ってみようかな。うん。